こんにちは。広島県尾道地域キックボクシング教えるよ、山本慎也です。今回のテーマはスパーリング上達のコツ、ポイント4選です。自分の戦い方を明確にする、自分が戦いたい距離を明確にする、相手の戦い方を確認する、相手が戦いたい距離を確認する、これら4つについて話してます。自分が何をしたいのか明確にして、相手が何をしたいのか見極める、そういう内容になってます。スパーリングをやり始めたけどコツがつかめてない、何から始めればいいのかよくわからない、そういう方は参考にしてみてください。それでは本題に入ります。スパーリングのコツがつかめてない方は、まず自分がどう戦いたいのか明確にします。狙いは蹴り、狙いはパンチ、後で柔軟に変えてもいいので、まず1個決めてください。例えば狙いは蹴り、ミドルキック、相手の腕を狙っていく、もしくは狙いはパンチ、ローキックを蹴って下だと思わせておいて上にパンチを打つ。このようにまずは自分がどう戦いたいのか決めてください。自分がどう戦いたいのか決めたら、狙いの距離が決まります。例えばミドルキック狙いの人は左フック狙いの人に比べ距離を離しますよね。戦い方、狙いの攻撃を決めると距離が決まります。それでは例えとして左フックを狙うとします。左フックを狙うということは距離が近くなります。スパーリング開始直後、お互い手が遠かない距離から左フックを狙っていく、離れた距離からモーションが入って左フックを打つ。そうすると防御される、回避される、カウンターを打たれる、このように失敗する可能性があるので、相手がどう出るか見極める必要があります。自分がどう戦いたいかを決め、相手がどう出るかを見極める必要があるということです。相手の戦い方は距離や攻撃後の反応を確認します。確認方法は隙の少ない方法で確認します。隙が少ない方法といえばジャブやローキックです。例えば右ローキックを蹴ったとします。相手がパンチを合わそうとしてきた、これは距離を詰めてくる例です。右ローキックを蹴るとカットして左ミドルキックを蹴ってきた、これは距離を割と保とうとしている例です。ローキックをかわして回る、一旦距離を離し再度距離を測っていくような例もあります。こうやって相手がどのような距離で戦おうとしているのか確認します。距離を確認しながら戦い方も確認します。例えば確実に防御して攻撃してくる、相打ちになるリスクを取りながら攻撃してくる、先手を取って回避しようとしてくるなどです。この戦い方はふとしたところからも読み取ることができます。例えば左ミドルキックを蹴るフェイントを入れます。相手が左フックを合わせるモーションが入った、もしくは蹴りをカットするモーションが入った、ローキックで左ミドルキックを潰そうとするモーションが入った、このように相手がどういう戦い方をしようとしているのか確認してください。この確認作業は様子を見ると言います。例えば2ラウンド戦うとします。1ラウンド目はジャブを打って様子を見てみよう、こういう指示があったら1ラウンド目は相手の距離や戦い方を確認してください。2ラウンド目は相手の長所を潰し自分の得意な戦いに持っていく。このようにスパーリングでは、まず自分がどうしたいのか、何が得意なのか、どう戦いたいのかを明確にします。次に相手を見極めることが重要になってきます。スパーリングをやり始めたけどうまくコツがつかめてない方は参考にしてみてください。他にもキックボクシングのちょっとしたコツや、やってしまいがちなミスを過去に話してます。説明文にリンクを貼っておくので、興味がある方は視聴してみてください。それでは今回はこの辺で終わります。また次も会いましょう。ありがとうございました。